はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です、コウスケです。今日はですね、今まであんまりこういう回は、ね、やったことないんですけどね、今日はですね、コウスケの好きなね、アニメ雑談といいますか、この俺がね、このアニメにね、ついてね、こうこのアニメはいかにいいかっていうのをね、もう熱く語る回にしたいなというふうにまあ思っております。で、俺が今日第1回でね、語るアニメはね、なんといってもね、あれですよ、軽音ですよ。軽音ね、本当に、まあ俺のなんかこうチャンネルのアイコンも軽音の、まあこれ誰やって思ってた人多いと思うんですけど、あれ軽音のゆいちゃん、軽音のゆいちゃんっていうキャラなんですけど、いやもう軽音のゆいちゃんが本当好きでしてね、いやまあ俺が一番好きなのはりっちゃんなんですけど、まあまあまあ軽音ちゃんがどういうアニメかっていうのを知ってもらってね、ちょっとみんなにね、よかったら軽音をね、ガンガン見てもらってね、ちょっと軽音信者を増やしていきたいなというふうにまあ今日は思っております。はい、まあそれでですね、軽音ね、何がいいかっていうとね、まあまあまあ、まず最初にね、女の子キャラがね、とにかく可愛い。これですね。まあ他のアニメとかでもね、このキャラ可愛い、このキャラ可愛いって結構合うと思うんですよ。このキャラ可愛い、このキャラが合うと思うんですけど、軽音の場合、みんな可愛いっていうことなんですよ。まあ4人、いやまあ、正確には5人、メインの主人公がいるんですけど、メインの主人公が可愛いのはまあ普通にあるんですよ。でもメインの主人公だけじゃなくてですね、メインのサブキャラみたいな感じで出てくる女の子すら可愛いんですよ。先生すら可愛いんですよ。まあ、これがね、まず慶応のやっぱ一番の魅力かなというふうに思います。やはりこうキャラのね、やっぱキャラの良さっていうのがやっぱりすげえ引き立ってるアニメだなというふうにまあ思います。で、二つ目にはですね、やっぱ軽音っていうアニメなんで、やっぱり音楽がまあ舞台の、音楽がこう、オーナー、メインパートなわけですよ。で、その音楽のね、その文化祭とか、その、まあ、その、新入生歓迎会とかで、まあ、音楽を聴くんですけど、その弾く音楽が本当にいい曲が多い、神曲が多いってことですね。いや、本当にね、その音楽も、なんかその、なんですかね、そのなんかアニメのなんか付属品とかじゃなくて、ちゃんとその声優さんがちゃんと弾いてるらしいんですよ。まあ歌ってるのはもちろんあるんですけど、弾いてるらしくて、その辺のクオリティがとんでもなく高いんですよ。まあ軽音って、まあちょっと古いアニメなんですけども、いやでもその歌のね、歌がいいゆえに、その未だにこう根強い人気を誇っていると、まあいうふうにまあ今考えておりますね。はい。いや、すげえいいアニメなんですよ。まあコロスケが高校、中学ぐらいに気があって、高校ぐらいに気があったんですけど、もう俺が高校の時見た時も衝撃でしたね。なんでこの可愛いアニメはみたいな。で、まあずっと見てたわけですけども、本当になんか、しかも学園ものなんで、その、なんかちょこちょこイベントがあるわけですよ。まあ学園祭とか文化祭とか。で、まあ、その学祭の練習をするための夏合宿とか、まあいろいろあって、その度にそれぞれのキャラがもうすげえ引き立ってて、本当に、まあツッコミ役、ボケ役、ツッコミ役でちゃんといるんですけど、そういうのがもう折り合わさってもすげえいいアニメになってるんですよ。で、まあこれ感動するのが、まあ最後の文化祭とか。で、卒業式とかまであるわけですよ。で、そこで本当に何ですかね、最後の文化祭にこうしっかりかけていく、まあその主人公たちとか、まあ卒業式で、まあ後輩を見送る、後輩見送るっていうか、後輩見送るのはおかしいですけど、先に卒業しちゃうんで、それに対するなんかこう悲しみとかもあるんですけど、やっぱでも、総じてやっぱこういい感じにね、甘酸っぱいながらも、いい感じに終わってるわけですよ。で、軽音は、4人主人公がいるんですよ。まあゆいちゃんと、5人か。ゆいちゃんと、りっちゃんと、みおちゃんと、ちょっと待って、ゆいちゃん、りっちゃん、むぎちゃん、あれ?みおちゃん、で、あずにゃんと。あずさ、わからんさって後輩が1人いるんですよ。4人同学年で、あずさだけ1個下なんですよ。まあこれがね、本当にいいんですよ、本当に。まあゆいちゃんはね、ちょっとね、ゆいちゃんの紹介するとね、ゆいちゃんはね、ちょっと天然入ってるんですよ。すげえ天然入ってて、まずね、入学式の日にね、なんか遅刻したと思ってね、もう急いで行ったわけですよ。もうゆいちゃんが、遅刻した、入学式遅刻するってめっちゃ走っていくわけですよ。走っていくんですけど、着いたら1時間前だったっていうね。1時間前じゃないか。まあちょっと早く着きすぎたっていうね。で、時間を間違えるっていう、まあすげえ天然入ってる子なんですけども、まあそのね、天然入ってる子をね、入ってるけど、まあ一人一人がね、前、他の3人、4人はね、生温かい目で見てるわけですよ。みおちゃんか。みおちゃんは結構クールビューティーな感じなんですよ。まあ美人でちょっと背が高くて、なんか美人なお姉様って感じなんですけども、いやでもめちゃめちゃ乙女でして、本当に。もうね、ネーミングセンスが乙女なんですよ。例えばなんか音楽のなんかタイトルとか決めるときも、もうすっげえ乙女な、もうなんかもう、甘ったるいようなタイトルをなんか考えたりですね。まああと怖いものが苦手なんですよね。痛いものとか。で、そういう痛いものとかの話をすると、もうすぐヒーとか言うんですよ。まあそういうとこが本当になんかちょっとギャップっていうんですかね。なんかすげえしっかりしてそうだけど、まあそういうとこは怖がりな、そのギャップっていうのがやっぱ本当いいもんですよね。だからそういうのね、もうみゆちゃんは本当に可愛い存在ですね。で、次がですね、麦ちゃん。麦ちゃんはですね、もともとなんだっけ、合唱部からから入るしたのかな?合唱部からから入るしとって、で、みゆちゃんとりっちゃんのこう会話を見て、なんかこの人たち面白そうだなっていうので、KOM に入ったんですよ。
で、まあ、そこでまあ始まるんですけど、むぎちゃんはすげえお金持ちなんですよ。もうとんでもない、もう財閥のお嬢様なわけですよ。で、すげえ財閥のお嬢様ってなんか結構やっぱりそのなんか甘やかされて育ってみたいな、やっぱちょっとわがままな感じをイメージすると思うんですけど、麦茶は違うんですよ。もうすげえ気の利く子なんですよ。もうみんなにすぐに、もう来たらすぐにお茶を出したりとかね、お菓子を出したりとか、もうすげえ気の利く子なんですよ。で、本当家では執事の人がやってくれるらしいんですけど、なんか執事の人がやってくれるからといってなんか自分はやってもらう側なんだっていう 気じゃなくて、そのしっかりとね、しっかりとそのなんやろ、なんか自分たち、私がやりたいのって言ってなんか気配りができるところが本当に素敵ですね、麦ちゃんは。でもとんでもない金持ちですしね、もう別荘がね、ありえ、なんかめっちゃいっぱいあるんですよ。で、いつもなんか別荘を借りに行くんですけど、まあその何ですかね、麦ちゃんの一番でっかい別荘は結局アニメの中では語られないっていうね、どんだけでかいんだと思いますけどね。もうその2番、いやなんか、ここしか借りれなかったのっていうところですらめちゃめちゃでかいですから、ね。いや、これ本当に気になるところなんですけど、まあちょっと先に語られてないんでわかんないですね。はい。で、次がですね、りっちゃん。りっちゃんはね、俺の一番好きなキャラなんですよ。りっちゃんはね、本当にね、とにかくね、元気なおてんば娘って感じですね。本当にとにかくパワフル。女の子なんですけど、なんかちょっとね、少年のようなね、ちょっと無邪気さを持ってる子なんですけど、で、りっちゃんって、おでこを、前髪を上げてカチューシャしてるんですよ。カチューシャした状態がデフォなんですけど、たまに下げる時があるんですよ。下げる時のりっちゃん、むっちゃ美人ですから。本当に可愛いですよ、りっちゃんって。で、りっちゃんはね、なんかまあ、りっちゃんはね、ドラマーなんですよ。で、ドラム専門なんですけど、そのドラムを選んだ理由っていうのがあって、それがなんかドラムを選んだ理由っていうのが、そのなんかギターとかキーボードとかって、こうなんかこういう風にちょっと指先がちょっと繊細にこう動かすじゃないですか。そういうちま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 したのが嫌いっていう理由でドラムらしいんです。まあその理由すらもちょっとりっちゃんらしくて可愛いですよね。いや、りっちゃんはね、ああ見えて、ちょっとサワサワしてるように見えて、意外と嫉妬深い一面もあるんですよ。そういうとこ、ちょっとなんか女の子らしい一面も、なんかちょっとみんなにね、注目して見てもらえたらなというふうに思います。で、次がですね、アズニャンか。中野アズサっていうね、4人が、まず4人が一緒に入るんですよ。同学年で。で、その次に新入生として入ってくる、そのアズニャンが、その新入生歓迎会のね、4人の演奏を見て感動して入ってくれるわけですよ。で、最初の方はですね、やっぱりそう、4人は結構まったりしてるんで、そのなんかバリバリになんかこう練習してなんか頑張ろうぜみたいな感じじゃないんですよ。まあまあ気長に行こうよみたいな、そういう感じなんですけど、アズちゃんはちょっとなんかバリバリに練習してなんか頑張りましょうみたいな感じをイメージしてたらしくて、ちょっとそこのギャップでちょっと最初軽音部ちょっとやめようかなみたいな気持ちになるんですよ。でもやっぱりその何ですか、いろんなバンドとか見てもやっぱり4人の演奏がいいと、やっぱ4人とこう演奏してちょっとやっていきたいっていう気持ちでアズちゃんは残ってくれるわけですよ。で、アズニャンはやっぱりこうしっかり者でですね、まあゆいちゃんが結構その何ですかね、ボケーとしてるわけですよ。ボケーとしてるに対してもね、後輩ですけど結構ズバズバ言うわけですよ。ゆい先輩もそんなにダメですよみたいな、結構ズバズバ言うんですけど、まあね、そういうところもね、やっぱ含めて、しかもそういうところも含めて可愛いですよね。やっぱこれもまたギャップっていうんですかね。アズニャンって結構ちっちゃいんですよ。本当もちっちゃくて可愛い感じなんですけど、結構言うときは言いますよみたいな、まあ、そういうところも含めてね、やっぱりアズニャンちょっと可愛いかなというふうに思います。はい。で、次がね、のどかちゃんか。のどかちゃんっていうね、ゆいちゃんのね、親友がいるんですよ。ゆいちゃんのもう幼稚園ぐらいかもしれないんで、この子は本当にしっかりしてる子なんですよ。生徒会長だったかな、あそこの生徒会長かなんかやってる子で、すっげえしっかりしてる子なんですけど、なんかね、そのしっかりしてる子で、結構ゆいちゃんにズバズバ言うわけですよ。で、最初の方に、なんかゆいちゃんがどの部活入ろうかってめっちゃ悩むわけですよ。でも私、運動もそんな得意じゃないし、みたいな。でもなんか、文化系でもなんか別にできることないし、みたいな。そんな感じで悩んでるわけですよ。で、のどかちゃんが、ゆいちゃんつって、部活決めたって言ったら、ゆいちゃんが、まだ決めてないよって言ったら、まだ決めてないのつって、あ、こうやってミュートが出来上がっていくのねつって、まあ、すげえ結構やっぱ親友だから、やっぱりこう気兼ねなく、まあ、ズバズバ言うわけですよ。まあ、こののどかちゃんね、やっぱりこうしっかり者なんで、やっぱ頼られがちですよね。ああいう頼れるキャラっていうのが、やっぱりこう、なんやろ、なんていうんですかね、こう天然大とぼけ系の主人公には絶対必要な存在だとね、俺は思いますね。はい。で、次がですね、この軽音楽部の、顧問の先生の沢ちゃんっていうことで、山中沢子っていう沢ちゃんって人がいるんですけど、沢ちゃんもね、結構かっこいいんですよ。かっこいいっていうか、最初の方は本当におしとやかな、なんかもう可愛い優しい美人の先生っていう感じなんですけど、まあ実はね、ちょっとね、すごいなんかこう裏の一面って言いますかね、こうなんかちょっと怖い一面持ってるわけですよ。まあその怖い一面も、まあ見ていくとおいおい出てくるんですけど、その怖い一面もね、見つつね、こう、沢ちゃんのこう、なんていうかね、たまに出てくるボケとかをね、ちょっとね、くすっと笑いながら見ていくとね、いいかなというふうに思います。とまあ、軽音ってまず漫画とアニメがあるんですよ。漫画とアニメがあって、でも俺漫画もアニメも読んだんですけど、
まあアニメ読んだって言わないけど漫画とアニメあるんですけど、漫画はねやっぱり音楽がないから、まあ、ストーリーはわかるんですけど、そのやっぱアニメとはちょっとなんか違うかなと、アニメほどのその感動得られないかなというので、やっぱり自分が見るならまずはアニメをおすすめしますね。アニメから入ってその後に漫画を見るのが俺はいいかなというふうに思います。まあそれで何を用意したんだかな、もう慶応の魅力って言い出すときりないんですけど、もう本当もう皆さんの目で見ていただき、あんまりこうなんかね俺がねバーって言ってね、ああこういう話かってなるよりもね、しっかりこう一回見てもらってね、こうね、俺が慶応にハマった理由っていうのはやっぱりね、慶応のあの世界観がすげえなんかね心をね癒してくれるんですよ。例えばね、あのね日常生活ね、はあ、疲れた、勉強疲れたなとか仕事疲れたなっていう時に慶応を見るとこう心が癒されるわけですよ。だからね、アニメに癒しを求めるっていう考え方も俺はいいんじゃないかなというふうに思います。はい。であとなんだかな、まあ主な物語としては、まあ、合宿学祭、まあ、ぐらいかな。でもそれ以外にもあの2期とかになるとクリスマスとか、まあ、1期もかクリスマスとか、あと受験とかもあるわけですよ。いや受験とかもね結構ね、まあね結構みんな何だろう、まあ、みおちゃんとむぎちゃんは、まあ、結構頭いいし真面目な感じなんですよ。でもりっちゃんとゆいちゃんは本当にやる気ないんで、じゃあその辺とかもねこう波乱万丈でなんかいろいろあるんですけど、まあねまあね、それはねまあおよ見てもらったらいいと思います。で高校編でね、なんかね漫画では実は大学編っていうのがあるんですよ。あのアニメ化されてるのは高校までなんですけど、実は大学編っていうのもあって、いや大学編もね俺読んだんですよ。あの漫画でしかないんですけど、漫画で読んだんですけど、大学編も結構面白いんでね、まあ高校編がでも高校編の方が面白いんで、高校編を読んだ後に漫画あの大学編を読むのをおすすめします。はい。でやっぱりねこう音楽を聴いてもらったら、やっぱオープニングエンディングはもちろんいいんですよ。まあね、オープニングエンディングはもちろんいいんですけども、学祭の一番最初の、あの音楽で、ふわふわタイムっていうのがあるんですよ。で、ふわふわタイムがね、このふわふわタイムもほんと好きで、ね、このふわふわタイムをね、皆さんに聴いてもらってね、しっかりこう、慶応にハマっていただきたいというふうに思います。じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、See you next time! バイバイ!